ここからは戸塚ハートプランハグザライフ命を抱きしめようのコーナーです。このコーナーは大久保総合内科クリニックハウスポート湘南東戸塚ホームケアクリニックの提供でお送りします。今日も在宅医訪問医の松本先生、そして小規模多機能ホームすずらんの皆様のご出演。最初の座談会は小規模多機能ホーム関口さんと松本先生の対談からお届けしていきます。さあ、それでは第2回目になりました。今日も訪問医の松本先生と、そして小規模多機能ホーム、パンジーとすずらん、この運営をしていらっしゃる関口さんにお話を伺っていきます。さあ、関口さん、はい、この小規模多機能ホーム、どんな良いところがあるのか、ぜひその魅力を語ってください。はい、私が考えますに、やはり在宅での生活を続ける、そのためのすごく有効な大事な手段じゃないかというのが、一言で言えば僕の考えですね。先生も同じだと思うんですけども、お考えは施設になかなか入れない方もいらっしゃいます。と言いますのは、施設 のベッドの数、部屋の数、これが限られるからです。あと病院もそんなに1年も2年もというのは皆さんご存知の通り無理です。3ヶ月ぐらいで出ざるを得ません。そうするとどうしてもその在宅ということがどうしても大きくなる。これはどなたもご存知のことだと思うんです。でも僕はそういった消極的な理由だけじゃなくって、もっと積極的な理由があるんじゃないかというふうに思います。やはり在宅で過ごしたい、家がある地域で地域の住民仲間と一緒に過ごしたい、家で家族と過ごしたい、親族と過ごしたいという考えはどなたでも持っていると思います。でそこをどうやって保障して差し上げることができるのかというのは僕常々考えます。でそのためにもうちのホームがほんの少しでも役に立てばありがたいなと思ってます。でそのためにもホームを維持するためには医療関係の要素がないと全く無理です。はい、それで先生 のご協力もいただいているわけなんですが、一つ先生にも在宅というあたりの在宅と医療と在宅の、重要性というあたりも先生からもご意見いただきたいんですが、僕の方から言わせていただければその在宅という一言につきます。皆さんね、元気で、外来に通える方、病院や診療所に通える方ばかりだったらね、本当にいいんですけれどもね、やはりなかなかそれが難しくなってくる方、これはどうしてもやむを得ないことですよね。それによく考えたら、僕自身も具合の悪い時外に行きたくないですからね、うん、もうそれ本音だと思います。うん、でそれは僕まだ若いつもりでいますけどね僕ぐらいの40代ですけどね、40代の年齢の人間でもそう思っているので、それがまして目上で、例えばすごく膝が悪かったり、すごく腰が痛かったり、またいろいろなご病気をお持ちになっていて、さらに調子悪いと、こういった時に病院行くっていうのはなかなか辛いんだろうなって本当に思います。そういったところで僕たちのようなね、訪問診療医が本当病院の機能を丸ごと持ってってあげれれば、それ一番患者さんのためになると思うんですけど、残念ながらそこまではいかないのが現状です。ただクリニックの機能でなんとか持っていけるものは持ってってあげて、持っていかせていただいてね、少しでも患者さんが楽に、病院行って帰ってきたら疲れちゃったとか、そういうんじゃなくてね、医療が受け入れて、で本当に必要な時は病院でいよいよ詳しく調べると、そういうような社会づくりというか、そういうシステムができたら本当に安心してお家に帰ってこれるんじゃないかな、お家にで安心して暮らせる地域ってそういうところじゃないのかなっていつも思うんですよね。それでね、先生、在宅ということなんですけど、家や地域から切り離されないで、その
接点をなるべくこの大きな接点を持ちながら過ごすということによって、やはりあの利用者様患者様の元気、明るく元気に過ごすための、まあ、一つのすごく重要な要件だと思うんです。あのもう在宅の生活をどのように充実したものとして我々が社会全体としてあのサポートできるかということがものすごく重要だと僕は思ってます。先生もそこは全く同じお考えだと思うんです。そうですね、あの私も訪問診療やってて、患者さんと会うときに実は必ず聞くことあるんですね。まあもちろん元気ですかとか体調のこと聞いたり、調子が悪いことないかとか聞くんですけど、まあもちろんそれはあの聞くんですが、それ以外にね、絶対僕がそうですね、昔あの病院で外来やったことはあんまり聞かなかったことを必ず聞くんですけど、楽しんでますかって必ず聞くんですよね。あの1週間とか2週間に一遍患者さんのうちに、または患者さんのところに伺う機会が僕ら訪問医は多いんですけれども、その時に例えば1週間ごとに行ってる患者さんのところだったら、この1週間で何か楽しいことありましたって必ず聞くんですよね。でそこで一つでも二つでも話題が出てくれると本当よかったと思って、もうただこうなんていうんですかね、まあ病気が悪化しないで、とにかく熱もなく大きな変化もなくただ生きてるっていうんじゃちょっと本当申し訳ないなと思って、なんか楽しいことないんですかって、で楽しいことがあるように、なんかこう例えば関わっててもらえるようなことを進めていきたいなっていう思いもあって必ず聞くようにしてるんですね。なのでそういう意味でもやはり患者さんが社会と関わる、患者さんに限らず誰でもいいんですけどね、もうみんなそうですけど、社会と関わって初めて自分たちの生きがいとか楽しみって必ず出てくると思うので、そういう共通の接点を作るという意味で、本当に小さいながらもね、小さなやっぱ社会ができますからね、ああいう小規模多機能なんかのホームではね、なのでああいうところに伺うと本当みんな楽しそうにされててね、でかといってやっぱりプライバシーも欲しいでしょうからね、全部が全部みんな一緒って、これまた僕たちも贅沢でね、嫌ですからね。そうするとちょっと家があったりしてね、そうするとまたあの自分のプライバシーも保てて、とそういう意味では非常にちょっとあの運営者の方には言葉悪いかもしれないですけどね、使い勝手がいいというか、そういう施設だなと思って見てるんですよね。いやもう使い勝手がいいっていうふうにあのおっしゃっていただくとかえって嬉しいですね。あの同じ誕生日でもね、やっぱり自宅であのお子さんやお孫さんや顔を見ながらプレゼントを受けたのと、病院とか施設で家族の方がこういらして受けてるの、まあ、もちろんどちらもあの嬉しいことではあるんですけど、やはりもう比べ物にならないっていう話は伺ったことありますよね。あとあのなかなかこう地域地域ってに僕ら言いますけども、地域社会そのものが今そんなに横のつながりないです。例えばその大きい共同住宅だと隣の人間と1ヶ月会わないってことも、もうこれはもう本当にあの頻繁にあることですし、戸建ての住宅でもほとんどこの2週間に1回ぐらいしか会わないというのはことがあります。そういう中で例えばその昔で言うと縁側であの蚊取り線香の匂い嗅ぎながらお茶を飲んだりという経験も乏しくなってるわけですし、この前ホームでやはり麻雀なんかをやりますと、すごくこのまあ、麻雀のやり方はめちゃくちゃになるんですけどね、あの点数の数え方もめちゃくちゃですしあのもうチョンボはしょっちゅうやるというふうになりますけど、でもそういう楽しさというのがやっぱりその全然感情的感覚的に、あの感性的に違うというのはもう明らかですよね。だからやってても楽しいですよね。やっぱり地域のそのいわゆるその内容空想になってるあたりを僕らはもう少しこう埋めたいなと、充実したものにしたいなと、家族の関係のを作る上でも役割をちょっとこう果たしたいなと、お助けしたいなという考えですね。いやまた次回はあの関口さんのそのまあ関わって9年とおっしゃいましたですか。はい、はい、まあ、いろいろあってって先ほどね一番最初の自己紹介でお話しくださいましたが、その
いろいろありながらもこのやっぱり小規模多機能というものを今このような形でやり続けていらっしゃる、何かその、根っこのところには何があるんだっていうのを知りたくなってしまいましたので、またお話伺わせていただけたらなとも思っています。よろしくお願いします。はい、松本先生と関口さんとの対談いかがでしたでしょうかね。さあ、この後もコマーシャルを挟み、そして交通情報をお届けした後、その小規模多機能ホームの自由度、本当にその自由である部分、小さいからこその、さらにそのスズラン、小規模多機能ホームスズランの施設紹介など、そして看護師の武さんのお話もお伺いしています。取材したものをお届けして、皆さんと一緒に小規模多機能ホーム実際に行って体験したような、そんな気持ちをね、持っていただけたらと思っています。情報を発信していくこのコーナー、ハグザライフ、命を抱きしめよう、どうぞこれからも応援してください。そして聞いてください。戸塚ハートプラン、ハグザライフ、命を抱きしめよう、お届けしている戸塚ハートフルキッチン、火曜日12時台です。さあ、この後もハグザライフ、命を抱きしめよう、小規模多機能ホームスズランの皆様のところに取材に伺った模様をお届けしていこうと思います。その自由さぶり、そして皆さんの楽しそうにね、レクリエーションしていらっしゃるお声など、ぜひこの後聞いていただきたいと思います。さあ、先ほども松本先生とともにご出演くださいました、この小規模多機能ホームを運営していらっしゃる関口さんからリクエストいただきました、この曲お届けしますね。関口さん、そしてスズランの皆様、聞いていらっしゃいますか。加山雄三とランチャーズ、ザ・ランチャーズで旅人よ、お届けします。小規模多機能ホームスズランなどをですね、運営していらっしゃいます関口さんにリクエストいただきました、旅人よ、満喫していただけましたか。加山雄三 with the Lunchers、 旅人よ、お届けしました。さあ、そして後半、小規模多機能ホームスズラン、泉区新橋町にあります。皆様のより良い生活をお手伝いいたしますと、そのパンフレットには書いてあります小規模多機能ホームスズラン、その中を西村さんに、ケアマネージャー西村さんに案内していただきました。その模様、そして看護師たけしさんのお話も聞いてください。小規模はお時間が9時からって決まってるわけではなくて、はい、その人に短い期間、時間帯もご利用できますので、うん、10時にお迎えに行ってお昼を食べて、はい、2時に帰られるとかって、そういうこともできます。はい、その方 の時間帯に合わせた対応をするというのが小規模多機能ですので、自由度があるんですよね。自由度がすごくあるので、はい、ご利用されている方は、はい、とてもご都合によって時間を選べるというのがいいところじゃないかと思います。はい、じゃあちょっと今施設を案内していただいてもよろしいでしょうか。廊下の電気が、はい、はい、全員が入るわけではないので、入りたい方が入るんですが、介助しながら、はい、自然介助、足元ふらつくので今、はい、お風呂ですね、はいはい、こちらでひどいって浴槽入れるように、はい、お一人ずつ、はい、お一人ずつ、はい、スタッフがちゃんと介助しながらして、で椅子があって、はい、そこに座って洗うこともできて、はい、っていうことですね。手すりが、はい、様々なところにあってですね、はい、なるほど、はい、そして洗濯機と広い洗面所、洗面台があるということですね。そうですか。今日は何人お風呂に入るご希望の方。今3名入りました。あ、もう入られたんですか。はい、午前中、はい、午前中で。そうなんですか、はい、ここが浴室、洗面脱衣所という部屋で、はい、と奥にトイレがあります。2つともこちら、はい、車椅子で対応できるように広いスペースになっております。はい、はい、なるほど。後ろの背もたれのようなところは初めてあれ見ましたが、こう材がしっかり取れない方は後ろに行ってしまうので、はい、そうするとタンクにゴンってなっちゃうので、そうならないように背当てっていうんでしょうかね。はい、そうですね、それでもう
これちゃんとついてますけど、はい、これはこう車椅子がここに来た手すりでこう、はい、手すりは上下になって、はい、車椅子が入ってからまた下ろすと、はいはい、で後ろの背当てはこうクッションになって、はい、なるほど、そうなんですね。自動で流れて流れるように、はい、今ちょっとこっちは違うんですけど、方向はなってまして、はい、で電気は一応消さないでこのまま後で消えるようになるので、必ずご利用者さんは電気が消えない、電気が消えない、ね、お家だとね電気早消してねって思う、はい、節電って思ってねいらっしゃるんでしょうね。はい、こちらがあれですね、はい、お泊まりのお部屋になって個室1号室と書いてあります。はい、今お一人様、はい、今日お帰りになるんですね、午後ね。そうなんですね、はい、お泊まりになって。なるほど。あ、はい、ここでちょっと確認をしたいと思います。介護のこと、あまり知らない皆様にとって、これからという方にとって、泊まりって今おっしゃってくださったのがショートステイということで、はいはい、今この個室1号室を見ておりますが、ここに泊まられる1泊いくらという形でお払いしてということですよね。はい、それから、通いっていうふうに今おっしゃってくださったのが、はい、デイサービス、はい、今皆さんがレクレーションしたり、はい、一緒にご飯を食べたりということで、限られた時間を、はい、こちらに来て、はい、楽しむということですよね。はいはい、そして3つ目が訪問、はい、これを正式に言うと訪問介護でよろしいですか。はいはい、これは、はいはい、あのご自宅に行って、あの料理を手伝ったりお掃除をしたりとかっていうものがあります。はいはい、それはここのスズランのヘルパーさんが顔なじみのデイサービスに来たりショートステイをして知っている方が、はいね、今日はこちらからそちらのお住まいのご自宅に行くということなんですね。じゃあそれをうまくこう組み合わせていくと、はい、本当に何かもういつもの知っている馴染みの顔が行くということで、そういうことが目的で、あの作られた小規模多機能ということですので、皆さん顔なじみなので、ご自宅に伺っても、はい、ああ伊吹来たねっていう形で迎えてくださるので、いつもお世話になってる、今日はじゃあ私がお茶を入れるわとかいう形にもなりますかね。はい、あ、そうです。スズランさんはそのまあ3つの中でこう、はい、特徴を持ってといいますか、そうですね、力を入れていらっしゃる。うちは意外とお泊まりをする方がやはりご利用様の中では多い方だと思います。ほぼあの毎日3名から4名のお泊まりがございます。ということは今1号室あ隣が2号室で、はい、3号室がこの反対側の方にあるんですね。法的にはこのスペースで5名あの夜お泊まりにはなれることにはなってまして、はい、それはこう広さとか許可という意味ですか。そうですね、はいはい、平米で。あ、そうなんですね。ここにカーテンを一応仕切って、ベッドを大ベッドで寝てもいい、はい、ということになっておりますけれど、はい、やはりあのご利用者様のことを考えると、はい、やはり個室のベッドの方がいいということ で、ね、何畳ぐらいですかね今個室。今度は2号室を見てみます。同じお部屋の広さですかね。1号室2号室3号室、ね、はい、こちらの簡易ベッドはお昼寝をしたいとか体調が悪い方とかは、はい、あのこちらでお休みできるように簡易ベッドを各部屋に置いてございます。はい、はいはい、なるほどなるほど、そうなんですね。6畳ぐらいですか。何畳と言えばいいですかね、はい、これはね、はい、こちらはちょっと狭い。あ、そうなん、3号室はちょっと違う広さということで、3つと、そしてプライベートで4つ目、こことここ5人はやはりあの、なのであのやはりお泊まりしたいっていう状況の方が、はい、あの固まった場合ですね、あの調整しながら、まあ、最高4名様お泊まり、1人は会別と、なるほど、このリビングというか、はい、広いところのフロアのカーテンで仕切って、仕切ってお休みいただくという形にとっております。なるほど、じゃあ4名様、はい、ということなんですね。はい、あ、そうですか。どうしてもやっぱご家族様どこかに結婚式に行かれるとかっていう時に泊まりたいという方もいますし、やはりあのご老老介護になられてて奥様の子がとてももう体力的に毎日はちょっとデイに通っていただいても、夜をトイレに何回も起こされて大変だから、ちょっとご利用したいっていうようなご利用の仕方とかもございます。はい、でそれがあの
こう少し急であっても空いていれば大丈夫です、そうですね、っていうふうにおっしゃってくださる自由度をね、関口さんにお話を伺って、はい、急な対応で、あの関口も言ったかと思うんですけど、あの奥様が急に入院されちゃったので 老夫婦お二人でということで、ご主人様を急にお泊まりいただくとかっていう対応もさせていただいております。はい、はい、ですか。関口さんと石村さんはケアマネージャーさんであって、はい、こう皆さん そのプランを、はい、ケアプランを作っていらっしゃるということなんですね。はいはい、そうですか。ご苦労はどういうところですか。ご苦労というと、そうですね、うんうん、お一人お一人のニーズとかをあのご家族様から聞いて、それに合うプランを立ててっていうのが本来ですが、どんどん変わっていってしまうことが多いので、それにあの追いついてこう先に先に作ることが大変なのかもしれません。はい、日々皆様体調が悪くなられたりっていうこともございます。ご高齢ですのでね、今も入院されている方もちょっと検査入院ですって入院されている方もいますので、そういうやっぱご高齢者っていうことであるので、なかなかそのようないや今ですね、お部屋を見せていただいて、ああ今ね、もう今のこの、はい、楽しい遊び、すごい皆さん長い時間やってらっしゃる。すいません、失礼いたします。どうぞどうぞ。はい、はい、これ何というゲーム、ね、一応波乗りということでサーフィンボールっていう、一応サーフィンボールっていうサーフィンボール、サーフィンボール、西村さんも知らなかった、どうも。あ、そうですか。はい、普通のビニールシートの真ん中に、はい、穴を、そうですよね、あのゴザに、ゴザの代わりによくお花見に敷きますよね、はい、あれまさかあのままで、で値段は、100円です、100円でしょ、はい、でそのを何等分かした真ん中にといいますか、まあ、真ん中に丸い穴を開け、その穴よりちょっと小さめのボールが、はい、波乗りするんですね。そうですね、ボール の大きさはね、はい、そのちょっと変えられますから、はいはい、それによって、そうですね、何度が違ってくるわけですね、小さいボールとか大きいボール、そうですね、何度がちょっとね、はい、変わります。なるほど、こっちに寄ってた方がいいですか。あの今から、はい、手足をそのいわゆる普通体操ですよね、それをあんまり自分でそういう意識しないで、もう上半身の運動をもう完全にするっていうような結果が得られますね。なるほど、あの、はい、右手をっていうんじゃなく、はい、それでにボールが落ちないようにおーって右手がこう高く上がっていってということですよね。はい、うん、結構長い時間今やってらっしゃったんですよね。そうですね、ちょっと20分ぐらいになってましたね、うん、はい、こうだんだん皆さんもコツを覚えて、はい、ですよね、1回目よりも今日で2、3回まだしてないですけど、だんだんこの手の加減の仕方がね、自分一人で上げてんではないっていうような、それをこうなんか体得、していただいているような気がします。だからその前に準備体操でみんなで手をつないで丸くなって、はい、ね、あの順番にウェーブのように手を上げ、はい、次の人を入っていきました。 あれもここにつながるんですね。それとあのなんていうか基本的な動きを先に動いていただいて、はい、それを知らず知らずにシートの方へ移って同じ動作でいいわけですよ。はい、流れがあったんですね、はい、わーわー、さすがでございます。あの武さんは、はい、武士の、はい、侍の武士です、と書いて武さんと、はい、武さんは看護師さんで、あの本業は看護師です。そうでしたか、ありがとうございます。看護師さんが常駐しているのがこの鈴蘭の特徴であるとお聞きしておりました。はい、私もそう長いあの要するに小規模においてはその長い経験はあんまりございませんけど、一応ナースの方の経験と、はい、はい、男性の看護師さんそうなんですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。
スズランの皆様ありがとうございました。来週もまたね、取材させていただきましたものをお届けしていきます。泉区新橋町にある小規模多機能ホームスズランが手に取るようにね、皆様、聞いていらっしゃる皆様に分かっていただけたらなって思っています。年を取っても安心して住めるまちづくりを目指して、医療介護の問題を中心に据えた温かい情報提供コーナーをお届けします。この情報提供を聞いていただいて、ご質問などがありましたらね、どうぞ番組にお寄せください。さあ、ここまでのコーナー、大久保総合内科クリニックハウスポート湘南、東戸塚ホームケアクリニックの提供でお送りしました。戸塚ハートプラン、ハグザライフ、命を抱きしめよう。来週もどうぞお楽しみに。